子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。今日は釣ってきたサクラマスを3枚に下ろしていきたいと思います。それではまず鱗を剥がしていきます。鱗を剥がすのが一番手間かかるんですよね。鱗を剥がし終わりましたんで、次内臓を取っていきます。身熱いですね。ここエラー、ここの付け根剥がして、次ここの根元、ここ剥がします。はい、内部剥がしました。次はこの血合いの部分に沿って包丁を入れて血合いを取っていきます。まあ、基本的にはイワナのさばき方と同じなんですよね。サイズが大きくなっただけで。はい、じゃあ洗い流します。はい、大体洗い流しました。次にあばら骨をすき取っていきます。首を折りまして、ここから包丁入れていきます。はい、こっち側もやっていきます。
あばら骨すきました。はい、それでは身とあばら骨の間に包丁を入れて3枚におろしていきます。これは一旦避けておきます。で次は反対側をやります。はい、取れました。でここどうしても骨に身に残ってしまいますんでね、もったいないんで粗汁用にぶつ切りにしていきます。ヒレは取り除いていきます。これがあら汁用のあらです。あとこのヒレの部分もね、取り除いていきます。これもあらです。あとこういった部分、こういう部分もちょっと気持ち悪いんでね、削ぎ落としていきます。こっちの方も同様に行っていきます。はい、あとここに背びれの骨とか残ってますんで、ここも削ぎ落としていきます。まあ、大体綺麗になったと思います。でここの中トロじゃない、ここの大トロの部分はルイベ用に取ります。皮を引いていきます。はい、これはルイベにして食べます。